蚊がおる蚊がおるよね。殺しました。何ツイッター、ツイッター旧ツイッター、ツイッター、もともと持っとったんやアカウント。いや持っとったけど、うん、ログインできず。そうそう10年ぐらい。何でそんなも始めたの、うん、今さらちょっとなんか有名になりたいなと思って。有名になりたい。今フォロワー4人そうこれでバズるようで。いや無理やろ。明日さ、うん、ゴジラやるでしょ。ゴジラ見に行く俺。オールウェイズの人でしょ監督。あそうなの、うんうん、あそういえばだってオールウェイズにゴジラ出てくるもんね。そうやったっけ。うん出てくるよね。オールウェイズ知らん。今日見た方がいいよ。今パワハラや。パワハラやな今。どういうこと。映画を強要した見ろパワハラ。これ X の話題でいいもん。でもいいよ。あやべえフォロワー増えた。なんかそう5になった。パワハラされる社長って書いてある何よ何投稿したの。ん何投稿したの今。ゴジラやるの。ケンタロウくん僕にパワハラをする YouTube 作ってくれてる人との5年ぶりの再会は一人でハリウッド版ゴジラを映画館で見た後おしっこしてたら隣ででかいモソッとした人がおしっこしててよく見たらケンタロウくんによく似たゾンビだったのでシャイにしましたいやいやっていうつぶやきをしてる、ね、そうやったな、うん、あだからゴジラの話題に来たのか今。あそうそうそういう伏線。そううまいやろ。概要欄に貼っとくわじゃあ、うん、でも本当はさみんなさ社長ってさ、うん、すごいかっこいいことを書いてさ、うん、でそれでそうだそうだみたいなフォロワーあこれやあれじゃん。俺フォローするわ。俺は本当はそううんして6人目、うんうんそう、 そういう風になりたいね、僕も。なりたいの。なりたいの。で、ちょっと運送業で、リアル運送の、うん、このやっぱラグがあるじゃん、ニュースになるのもさ、うん、あのこういう風に YouTube にするのも、うん、この即、即つぶやいて、うん、あのこの最先端、運送最先端、運送最先端、なりたいなって思ったんだけれど、うん、結局つぶやいたな。何つぶやいていいか分からなくて、うんうん、運送最先端のツイッターあるんでフォローお願いします。じゃあ僕も自分ブランディングしたいなあ。なるほど、うん、なんかこのトラックボーイズとライフバンクがファンがおるみたいな、うん、僕にはおらんみたいな、うん、いやなんか寂しいなと思って、うん、それはさ、うん、やっぱり感じるよ。俺だって感じるよ。そうトラックボーイズはケンタロウくんに興味があるんでしょ。多分俺でもないんやって。年出た時の方が反応いい、うん、なんでケンタロウかって思うよ多分、うんうん、いやそんなことない、うん、だけど昨日3200円もらった。ありがとうございます。すごいよ。めっちゃ嬉しいわ。あの投げ銭、投げ銭っていうのびっくりしたよ。3200円返しなよ。3200円返しなよ。返すわ。どうやって返すの。あのもう気持ちが嬉しいわ。3200円で Google に抜かれて、うん、ライフバンクの口座に入るだけ。そっから俺の給料に反映するのは80円とかそんなちょっと Twitter マジで頼むわ。2000人目標。だいぶさ多分さ、うん、ただ本話かやってるだけでは2000難しいんだ。そうなんだって。ちょっと教えてよ。なんかこう世の中にこう突き刺さる何かを言ってかんと。ありきたりな日常なんか言っとったってさ。なるほどね、うん、まあでもあれでしょ、運送業ずれた運送業最先端。じゃ運送業最先端いっぱいおるやん。おる。違う目線の、うん、ADHD それ ADHD みんなどっかしらちょっとあるらしいけどっていう。X フォローしてくださいっていう動画でいいの。じゃあなんかこういうこと X 載せますみたいな、なんか一個一つ今つぶやいてよ。ちょっとこんな感じだよみたいな。こうなんか切ってよ運送業界を。運送業切る。そう2024年問題。2024年問題を切る方法は、うんうんうん、ブラックな運送会社あるじゃん、うん、ブラックな運送会社の社長たちは、うんうんうん、俺はブラックで行くから関係ねえって割り切ってる人たちもよ。そうなの。稼ぎたい人はかっこよ。どうぞ、うん、かっこいいよね。かっこいいな、うん、俺たちはブラックで行くから。そう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 。ツイッターあの、まあ、ちょっと前からやってるんやけどさ、うん、あの一つあのアドバイスというかさ、うん、忠告というかさ、うんうん、変なやつ絡んでくるよ。マジでめっちゃ今やりたくなくなったわ。変なやつからね。変なやつ仕方していい、うん、ブロックできる。あブロックできる。ちょっと気に障る人ブロックするんですよ。それで言うとさ、うん、
フォローし合ったんやけどさ、すげえ向こうがつぶやくからさ、タイムラインにその人のつぶやきがわーってやって、もうちょっと多すぎるなと思ってブロックしないけどさ、誰やと思う？めっちゃ知り合い。誰誰？ちょっとダメ、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 闇にまた入っていっちゃうか、さらにダークサイドに落ちる。これ、それ面白い。そうか、フォローされる。でもフォロワーだけ増えればいいんでしょ。別に出てこないでしょ。俺確かさ、直樹マンショーって知っとる？直樹マンショーフォロワーしてくるの？俺フォローされとるよ。え、そう、初期の方に俺フォローしたの。マジで返してくれた気がする。あ、マジで、うん、はい、皆さんこんにちはってやつでしょ。はい、皆さんこんにちはって言って直樹マン好きだよ。俺も好き。そういうことをつぶやくわ。あ、わかった。意外とつぶやくことなくなってくる。いや、つぶやくことないよね。でも動画ってさ、重たいじゃん、めんどくさいじゃん、この撮って、撮影して、ちょっと言いたいことみたいなのある。あ、ちょっと言いたいことある。この肉うまいとかさ。刺身の写真多いかもしれない。誰が見るそれ。刺身フォローせんよ。皆さんはフォローしてください。お願いします。串田さんフォローしてくれた。嘘嘘、パワハラで。本当にそんなかわいそうに見ていい。嬉しいんや。うわ、本当や、7人になった、うん。部下、組織ってすごくない？何、どういうことか。フォローしてよって言ったらフォローしてくれる。それはだってするしかないよね、その言われたら。社長に顔出しそうに、うん、今度パワハラについてっていうのも、うん、やりたいな。串田さん、ちょっと駆け込もうよ、うん、叱るべきところに。こんなことされましたって いくら取れるかを。じゃあこの、違う、そのパワハラの動画は、うんうんうん、これがすごいパワハラなんだっていうことについて、上司にパワハラはいいのかっていうのをいいやろ。ちょっと労働局に今度聞いてみようか。